ーすごいキックこれ。寝返りするだけで体幹が鍛えられてウエストが細くなる寝返りツイストを3段階のレベルに応じて紹介していきます。やった時に自分のレベルをコメントで教えてください。実は寝返りって上半身を固定してウエストからひねって体を寝返りしてるんですね。これ実はすごく体幹が鍛えられて腹筋運動に実はなってるんです。3種目紹介するんですが、上級は結構体幹がないと寝返りができないんで楽しみにしておいてください。各1分です。寝返りするときは体をひねらなければいけません。いきなり強い力をかけてしまうと体がつる場合があるんで、まずは1分間ほど体をひねりましょう。こういう感じでスタート。これでひねるだけ。今は上半身だけひねってますが、うつ伏せの時は胴体部分からねじっていくんで結構ね腹筋力いります。ただ腹筋運動ではないので腹筋メニューほどね辛いことなく鍛えることができます。まずは体をひねっていきましょう。今回はね、なんとなく寝返りしてるかもしれませんが、上級バージョンは結構難しい寝返りになるんで楽しみにしてください。これだけでもね、腹部がねじれて鍛えられますよね。 OK、 初級編からやっていきます。まずは普通の寝返りは肘や足をついて寝返りをしてます。これをいきましょう。スタート。スマホ見ながらでもいいですし、置いたままでもいいです。これでも意外とね、腹筋からねじってる感覚ありますか？下半身をねじった後に上半身が回ってきてるんです。これだけでも筋肉全部が伸びて、実はね、全身運動になってるんですよ、これ。結構難しくないですか、これ。これまだ初級編ですからね。下半身ねじって上体をひっくり返す。うわ。はい、オッケー。これ硬いところでやると筋膜リリースにもなるんでおすすめです。今度は中級編、できれば足をちょっと浮かしてこういう感じ、足を床につけずに回ってみましょう。手は使っていいです。いきましょう。スタート。さっきはね足ついて回ったと思うんですが、できれば足を浮かして、その代わり手をついて回っていいです。これがねうまくできるようになると体幹が鍛えられてますから、ちょっとゴロゴロしてね目が回ってきたら休みながらでいいです。結構これ目が回りますからね。ハイペースで回っていきましょう。いいですよ、そういう感じ。三半規管のトレーニングにもなりますね、これは。はい、オッケー。最後は上級編。スマホ見ても見なくてもいいです。手も足も浮かしたままでできるだけ回る、こんな感じ。ちょっと難しいですよ。いきましょう。スタート。スマホを動くといいですよ。手足をねできるだけ持ち上げたまま胴体部分だけひっくり返す。どうですか皆さん、できてますか？
寝返りって言っても奥が深いですよね。これ結構ね、ウエストすごい使ってる。ウエスト、いやー鍛えられる、これ。おぎゃ、赤ちゃんすげえな、これ。あ、やっぱ力がね、弱ってくると回りにくくなってくるな。あ、やばい、半身だ、半身だ、帰ってこい。うわ、おぎゃ。オッケー、次はですね、両膝曲げて後ろに手ついて、腰から下だけね、こういう感じで両方ひねりましょう。スタート。うまく回れなかった人は、このウエストから下をひねるっていうこういう力がね弱いんで、まあ、もしくは硬いってこともあるんで、しっかり上半身を固定した状態で腰から下をねじる。この筋肉がね動いてないと上級編はできなかったと思います。こういう感じで日頃使ってない筋肉をね使うっていうのは、まあ、負荷が軽ければの話ですが、ストレス発散になりますんで、今回みたいなね物を使わずに自重で行う寝返りなんかは割と楽しくストレス発散だったと思います。はい、オッケー。はい、次は今度上半身をねひねっていきましょう。スタート。これが終わりです。上半身と下半身の連動で体を寝返りさせてるんで、上も下もねねじれないといけません。これは日頃前と後ろにしか動いてない筋肉っていうのがひねる動きに使われないと寝返りがねできないんで、体をひねる動きっていうのはね日常的にやらないとできなくなってきます。こういうひねる動きっていうのはね、すごいたくさんの筋肉が一度に使われるんで、運動不足の人にはね2日に1遍、3日に1遍この動画見ながらやってください。ふぅ、汗出てくる。はい、OK です。自分のレベルをコメントで教えてください。